やばい、寝れやん。11時半はい、おはようございます。4時45分ぐらいなんですけど、めっちゃ寒いなっていうか、もうこんな暗いんやな。よっしゃ、行きます。昨日ちょっと寝れやんだよな。もうすでに帰りみたいな暗さで眠たくなってくる。というわけで出ました。まず前回釣れたところ行こうかな。綺麗やな。はい、おはようございます。どうも、カラボタです。いつもご視聴ありがとうございました。なんと、また琵琶湖来ました。とにかく、今が6時40分ぐらいですね。ちょっと綺麗な朝日を背に撮ってますが、やろうと思います。もう朝一なんでね、すぐやっていこうと思います。それでは本日も、よっ、あインター降りてすぐのパチンコ屋もう絶対か。今日もよろしくお願いします。というわけでやっていきましょう。ちょっとずつ流されてってはいますけど、おはようございます。今日もお願いします。釣るや釣るや。前来たの10月のいつやった、12とかやったっけ。今日10月の18なんですよ。あ、忘れとったな、なんか説明すんの。もういっか。朝日に向かってもう一度お願いします。よし、 OK。 つか流されるな。しかも向こうから前と流され方が逆やな。プロ選考の 6.75 の方ですね。ネコリグにして32分の1前と一緒です。あ、そう、いや、ええや。ちょっと待って、これあかん。岸向かってくだけや。ちょっと向こう行くわ。朝はね、椅子とか濡れとるんですよね、いつも。何でもそうなんですけど、ボート。うわ、楽しい。うわ、でもちょっと泡がすんごい浮いてますね。前回泡あんまり浮いてなかったですからね。まあ、これで秋のターンオーバーとかってなってんのかどうか分かりませんけどね。あっち、ボート溶けたまっとんな。あんなにボート固まっとんねや。もう映っとるかな。あぶれ、あっぶねえ。あー、やべえ、ヒヤッとした。あそこあれバスボートやよな。4メートルぐらいのところかな。ちょ、やべえ、魚弾つけてねえわ。まあ、別にあってもなかっても変わらんな。でもいろんなあの釣りの動画見とっても、大きいホテルの後ろにあの辺でよー釣ってますもんね。あるんやろな、その有名な場所なんか分からんけど。知らんわ、知らんけど。そういやこの前帰りにパチンコ屋さん寄ったじゃないですか。エヴァ売ったんですよ、角の700ぐらいハマった後の単発のケツを260ぐらいで落とったんかな。売ったんですけどね、速攻座って槍の疑似連来て、普通にアスカのリーチになって外れて、でカウントダウン予告がいきなりゼロから始まったんですよ。大体、まあ、保留の数にもよりますけど、大体2とかから始まるの多いなと思うんですけど、いきなりゼロってなって、うーわーと思って、もうめっちゃ構えるじゃないですか。何でテンパイしたんだかな、あれ。偶数じゃあ5や、5のテンパイでストーリー行って、しかも5の転廃した後、綾波の、はい、あ、来た、当たった。あ、ブルーギルか。うわ、びっくりした、ブルーギルでしたね。うわ、びっくりした。もういや、もう、あ、もう、うん、重みが欲しいよ、重みを。あ、そうで5の、まあとにかくダメやったっすね。めっちゃ帰りなかったもんな。帰りのこと考えなあかんっすね。いや、琵琶湖から高速乗って
長旅をしようと思う前にパチンコで負けるってめっちゃだるいっすもんね。ほんまにクソだるい。当たった。おっしゃ乗った。おっしゃ、おっし、あ、ちっちゃいな。あ、よいしょ、よし、よし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 。あ、はあ、やっと一匹釣れた、やっと一匹釣れた。あー、マジか、俺もっとでっかいと思ったわ。ちょっといかに大きく見せるか。まあまずは1匹って感じですね。何時今、8時28分。もうちょっと大きいと思ったけどな。まあいっか。おしゃっきー。あー、乗れた。ちょっと聞いてくれます？さっきね、コンビニ寄ったんですよ。琵琶湖大津で降りてちょっとしてからのコンビニ寄ったんですけど、車1台しか止まってなくって、まあ僕普通に入って、それ普通のいらっしゃいませって感じだったんですね。店員さんが、男性の店員さん1人だけいて、で1人入ってきたんですよ。もう1人お客さんがね、僕トイレから出てきたら、なら「させーさせー」とかいきなり言い出して、なんかめっちゃいきなり気合入っとるんで、さっきまでそんなんじゃなかったのに、なんかいきなりさせーさせーみたいな感じになって、で出ていく時、あっさーっていう感じだったんですよ。いきなりと思って、気合入りすぎやろと思って、もうほんで僕も寒かったんで、ちょっとあったかいレモンティーを買ったんですね。じゃがりこと、させーありがとうございました系かなと思ったら、レジ行って構えるじゃないですか。なんか大きな声で言われるのかなと思って、ちょっと期待してたんですけど、毎度大きにありがとうございました、いつもありがとうございますって言われて、初めてっていうぐらいのレベルでそこ使ったんやけど、しかも大きにとかもう雰囲気全然違う。うわ、もうこれ虫やばい、これ映っとるかな、これ何この虫迫ってくる。まあこっちが向かってとんのか分からんけど、あんま毛があらへん。うわ、そういうお話でした。頑張ります。もうええ感じのもうねんけど、カンカンってこう外して、パンパンと外した瞬間にトゥントゥンって、もうほんと琵琶湖のトゥンって緊張しますからね。トゥンってこういきなり来るやつ、鼻鼻がいきなり光ったみたいな感じなもんな。あ、ちょ、気抜いとる時に、まあ、集中しとる時と、この気を抜いとる時にコーンって入んのと、集中しとる時にコーンって入んのとまた全然違う。うわ、もうこのね、ネチョネチョのやつ嫌いなんですよね。このネチョネチョっていうか、こう切れないんですよ、これ。来た、多分来とる。ちゃう？あ、来た。あ、ちっちゃ、ちょっと待って。思いっきり合わしたでか知らんけど、すっげー硬いて。え、めっちゃちっちゃいわ。これ、ちょっと泳がす？2匹目です。サイズちっちゃなった。ほら、それでもしっかりバスです。かわいい、すげえ、稚魚の群れや。うわわ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 わ、めっちゃおるやん、これ。あ、映ってるかな。これはでかいのついてそうやな。今日は3本ともネコリグつけてきました。ネコのでかい、ちょっと大きいネコリグ。さあ、これ来たら40アップやぞ。おお、これ来たら40アップやぞ。マジ来たら、マジでこれクソ緊張すんねんな、本当に。ドキドキの中段チリ引いて、次の回転でフリーズするかしやんかぐらい緊張すんでな。やっべ、さあ楽しもう。当たりました。今これ今10インチなんですよ。あー、乗ってないか。ブルーギルかな。
しゃ、持った。あ、よっしゃ。ほら。ああ、くっそ飲み込んどるわ。あ、飲み込んでなかった。あ、どうなっとんねこれ。あ、そういうこと。え、ちょっと待って。俺絶対でかいと思ったけど。小せえな。しゃ。まあまあまあ、20後半ぐらい。ありがとう。でもあのサイズの、まあでもこれさすがに10インチやでな。あのサイズじゃなくって普通に40後半ぐらい食ってきてほしいんやけど。まあでも釣れましたね。合わせたら乗ったか乗ってないかわからんだもんな、ちっちゃいで。まあでも釣れてよかった。ちょっとこれいただきますわ。ちゃうな。あ、え、飛んでったかな。マジかよ。よっしゃ、この辺寝とるとこ行きますわ。あ、こういう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 のこういうのこういうのこういうの、こうピターって寝とるところのこの内側にスーッてこう、これがシューッと降ってきて皆さんは釣りされます？クワガタ取りに行ったりカマキリ取りに行ったり、釣りは結構される方見えるんですかね。海釣りの方が多いんですかね、ブラックバスっていうよりね。みんな昼飯と乗っちゃう？もう。なんかバスボートの数減ったし、戻ってく人おったし、ああ、11時半。しかも全然もうおらんやん。あ、ジェットの人らもう飯行ったかもな。今がチャンス。っていうわけで、ちょっと移動してきましたね。10インチ、もう一回使おうと思います。もう一回流します、10で。最近、インボイス制度って始まったの皆さん知ってます？個人事業主の方は結構関係あるような感じやけど、まあ、全員が国民全員関係あるような感じですよね。知らんけどスピナーベイトとか投げたら釣れんのかな。まあ投げやな、わからんな。当たった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 、よっしゃ。あ、当たっとるわ。合わせるわ。行きます。ちょっと送ったもんな。行くよ。あ、最悪や。ああ、アホや。てか、ちっちゃいんじゃん。インボイスっちゃうわ。やべ、心臓バクバク言ってるわ。でもね、小刻みなんですよね。当たり方が、パン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 みたいな。当たった瞬間は、うわーってなるんですけど、そのうわーってなった後に、頭の中によぎるのが、ちょっとちっちゃいんちゃうみたいな。でかいのって、トンとかなんかこう、ぐーってこう引っ張るやつ。まあ、トントントンもあるんですけど、当たりがわからんよ、わからんような感じで。1時23分なんですけど、えらい風出てきましたね。よー、これ流されてすんごい風ではないんですけど、えらい流されてます。このね、風が止んだタイミングとか、吹き始めとか、この変化の時に釣れやらあかんわ。来た、当たりました。当たりましたよ。おっ、あ、抜けた、うわ。あー、ちょ待って。ちっちゃいな、多分あれ。厳しいな。今2時半。太陽が沈んでいく。当たりました、当たりました、当たりました。あ、やっぱりちっちゃいわ。乗らんだわ。やばい。残りあと1時間。3時半を回ったぞ。どうしようかな、これ。来そうやけどな。あ、来た！おいー！ちっちゃかったんか。あ、ちょ待って、シャレならんわ。見てこれ。3時34分。おいー！小さいんかな、今日。当たっとるやつみんな小さいよな。なんか違うんかもな。難しいよな。ちょ、もうなんか絡まった。ちょっとあかんって。おい、
はい、というわけでずーっとネコリグ投げ続けましたけど、今日結果3匹でしたね。サムネ取っときゃよかったな、せっかく今日は違う色の服着てきたのに。ということで、ご視聴ありがとうございました。ちょっと悔しいんで近いうち来たいんですけど、来れるかな。はい、お疲れ様でした。あー、竿しまいたね。いやでもまあ時間が決められとんでな、はよ戻らな。もうあと5分ある。ちょっとめっちゃ近くまで来たから、もうちょっとだけ投げるわ。え、全然風ないやん。もうんな、こやんから。エクストラって感じ。エクストラあかん、マジで釣りしたりやんわ。あ、当たった、マジで当たった、当たった、ほら。あ、ブルーギルかこれ。あ、ブルーギルや。あー、もう一気に疲れたわ。ほら、もうまた最後に当たったと。じゃあ今からなんやろな、多分いいのこれ。絶対せやよな、ユーマズメ。このまま止めます。マジで悔しいわ、明日も来たいわ。これ、そう楽しいな、これ釣り。最後のブルーギルの当たりが一番やらしいわ。もう絶対に今日は寄ってかんでな、ここは。もう普通にボロ負けして帰りくそなかったでな。もう早く帰るよ。やっべえ、ゴミ大量や。ええー、もうなんでか分かりました。絶対地元のパチンコへ行った方が楽。燃えるゴミはちょっとやらしいな。一番バズとして帰ろう。えらぁ。危ねえ。やべ、ふわふわする。地元のパチンコ屋さん行こう。